こんにちは。英国バッチ財団登録プラクティショナーの花輪紀美子です。レスキューレメディを使った事例をご紹介したいと思います。この事例は例えば歯科医院の先生、あとは整体であるとか鍼灸の治療科の方、そういったこれから治療をするという時に患者さん、お客様が緊張してしまう、恐怖感を感じるというお仕事をされる方にぜひ聞いていただきたい事例になります。実は私のサロン&スクールは歯科医院に併設されているんですけれども、ある時開花の歯科医院から小さい女の子の泣き叫ぶ声が聞こえてきました。それはそれはなかなか泣き止まず、怖い怖いという女の子の声でした。そこで私は歯科医院に電話をして、あの子にレスキューレメディを飲ませてあげてというふうに医師に伝えました。その時もう女の子のお父様はもう今日は興奮していて治療は無理だから連れて帰りますというお話だったんですね。だけどもそこで医師の方から、じゃあ何でもいいから好きなジュースを買ってきて、その中にこのエッセンスを入れて飲んでみてくださいということで、レスキューレメディをおすすめしました。するとどうでしょう、医師が休憩から帰ってきてみたら、なんとその女の子が治療台に座っていたということなんです。このようなちょっと驚くような事例というのも、レスキューレメディを飲んでいただくことによっていろんなところで起こってるんですよ。この動画を見てバッチフラワーレメディにご興味を持ってくださった方は、動画セミナーをはじめ各種講座、レメディの販売、カウンセリングなどをさせていただいておりますので、ビオネットまでお問い合わせください。